スヒアが揃っちゃった世界戦なんですけどね。録画がね、ちょっとエラー、そう、録画エラーがね、ちょっと発生しちゃって、ここのステージね、ちょっと通れてなかったんですが、ちょっとリベンジ行きましょうか。ちょっとね、残念ながら今ね、ステージ4まで解放はされてる状態なんですけど、またなんかこうね、ちょっと次々とステージ来て、で、なんか、ああ、そんな感じなんだ、みたいなね、なんかそういった発見がね、ありましたので、ちょっとステージ3行きましょうか。そう、水中来ましたと。で、前回のね、そう、ステージ2に関しては、結構ね、そう、水の中、移動するぞ、みたいな、そんな感じでね、また続いて、みたいな、そんな感じなのかなと思いきや、流れ強いってなっちゃいます。で、そうなんだよね。ああ、コウモリが、水に消えていた。で、この流れ強いのは、なんかもう頑張って泳いでももう逆らえないので、この流れに負けないように頑張ってね、みたいな。なんかね、そんな感じでね、なかなかに手強いぞ、みたいな。そういう感じのステージなんですけどね、ちょっと気を引き締めてやっていきましょう。で、今みたいにね、こういう感じで、ちょっとね、お星様がね、そう、しれっと隠れてたりとか、あー危ない危ない、こんな感じでね、流れに乗るのは、こう、早くて、イエーイって感じですけど、ね、そう、何かがある、あー、今取りこぼした。普通に取りこぼしました。今ね、そう、あそこにね、ハンマーがあってね、なんか別に使わなかった。別に使わなかったんだけど、取れなかったの悔しいな、みたいな、ちょっとそんな感じです。使わなかったよね。使わなかったっけ？なんかでも使った記憶ないんだよな。そう、で、スイッチで開いたとともに、流れが強くなって、流れがゆっくりになって、みたいな。そう、これもあるかな？なんかもう押しつぶされないように、多分流れゆっくりなのかなって感じなんですけどね。ここにね、そう、そのスイッチあります。スイッチあります。ここハンマー使わなかったっけ？なんか使った記憶が、いや、わからない。待てよ。入りましょう。はい、じゃあ押して。一応使った。使ったけど、スピアでも、なんとかね、いける。あー、ちょっと、下手くそ。ここね、そうなんだ。ここの下、ゴールドの下はね、ちょっと安全に通れる。安全に通れるんですけど、ね、今みたいにスルって抜けちゃって、そこのね、爆弾がね、壊せないぞ、みたいな、そんな感じなのでね、ちょっとうまく抜けて、やりで、ツンみたいな、そんな感じをしてね、みたいな感じなんですけど、ちょっと遅いね。これ結構あるか、むずいぞ。え、っていうかさ、スフィアでダメ説まである。あ、いけた。で、ここ確かあれだっけね、なんか何エナジースフィアがあったのかなみたいな、そんな感じなんですけど、一度取ったエナジースフィアはもうワンナップに変わってますよと、そんな感じみたいなので、なんかそういうのを知れたのはちょっと新鮮な気がする。で、流れが速いってなって、あー痛いです。危ないルートには何かあるぞと、うん、そういった思いでね、初めてプレイした時もね、コジルート選択したんですが、お星様がね、ちょっとあって、ワンナップへの助けになったぞ、みたいなね、ちょっとそんな感じでした。で、ここがね、そうなんだ。今、右と左どっちもね、なんか同じようなブロックがあるんですけど、当たりルートと外れルートがあって、で、こう、ついて、ちょっと流れが速くてさ、全然見えなかった。全然見えなかったんだけど、左をね、そう、何も考えずにね、初見の時踏んで、初見の時踏んで、お星様が迎えてくれるということは、なんか当たり引いたな、みたいな。で、当たりルートはこんな感じだよ、みたいな。で、まあ、ここまでがね、そう、予行演習ですよ。予行演習で、次もね、なんか、近いうちになんか同じようなのがあったかな、みたいな、そんな感じなんですけど、トマトは、なんかここで回復させてくれます。トマト出ました。来た。で、潜って、進んで、ちょっと進んじゃおう。アイス、痛いです。水いるかな？水、まあ別になんか今回のステージね、特にコピー能力あんま使わなかったな、みたいな。そんな感じなんですけど、まあ、せっかくなので、ウォーターもらっていこう。ウォーターもらって、で、カメさんがいる、ザブンしちゃおう。ここなんかなかったっけ？ただあれか、カメさんがいるだけなのか。
よし。で、進んで、スイッ、スイッシュ、そうだー、ボスー、ボスー、ボスー、そう、このマウンデスっていうのね、ちょ、初めて見たなーって感じでね、ちょ、びっくりしたんですけど、水強っ。ちょ、ウォーターがさ、なんかめちゃめちゃ相性いい、もしかして。わからない。わかんないけど、あ、やばい、壁に追い込まれる、危ない。結構あるじゃない。あ、ちょっと、潰れちゃう、潰れちゃう、潰れちゃう。そう、マウンデス。マウンデスをね、コピーすることで、まあ、ストーンになりますよと。で、ここお肉いただいて、で、ここをね、潜っていくと、ちょっとね、そう、流れが強い。これ以上、進めないって感じなんですけど、あれ、ちょっと、空中でストーン使わないといけない。ストーン、カビストーンをするとね、そう、ストーンならば下まで行けるぞ、みたいな、そんな感じでね、なんかあそこにあったスフィアもね、なんか取れました。あそこはスフィアでした。で、石で突っ込むぜと、石で坂道突っ込むと、謎の安心感みたいな、そんな感じでね、ちょっと凍れたんですが、まあ、チョキチョキのね、カニさんを突破して、で、ここなんですよ、問題。ここなんですけど、そう、真ん中がね、今、あれ、お星様があるルートがね、そう、当たりルートだぞ、みたいな。あとは、ゴルドとプクプクがいる。プクプクではないんだけど、いるぞ、みたいな、そんな感じなんですけど、これ、右行って、左行って、左来て、で、真ん中行って、右行って、右ですと。そんな感じでね、ちょっと確か右ルートがね、当たりだったはずなんだよーと。ちょっと進みましょうか。合ってる？合ってる？ちょっと今のところね、敵しかいない。不安になるけど。あー、お星様が来たー！これはー、ウィニングランダーと。そう、お星様があるということは、当たりだよーとね。そんな感じでね、ちょっとここでスフィアもいただいて、ここまでで多分2個なんですよね。うん。で、そう、ここからね、そう、また、ここなんだっけ？あ、そう、流れがね、ちょ、普通に速くてさ、難しいんだ。今のさ、ソード言ったせつ、わかんない。わかんないが、そこ突破して、この流れに、ま、なんかさ、飛んじゃった。ちょっと待って、なんか、ここのむずい。ここ知っててもむずい。待って、トゲー、回復、助かる。なんか、その最後に回復あるのめちゃめちゃ助かる。で、うおー、井戸抜けた。あそこさっきさ、うまく抜けれなかったから助かった。助かったというか、うまくいきよかった。で、ここで、ワンナップ拾って、奥まで来ましたよと。で、そう、なんかそろそろね、見たことのね、ない何かがね、確か出てきたんだなーみたいな、そんな感じなんですけど、そう、これ。これ。これ。じゃあ、これ知ってるわ。待って。あー、危ないー。吸い込んじゃおう。よーし、ドラゴストーム。ここはね、そう、もうドラゴストームで、ちょっとね、じゃんじゃん進みましょう、みたいな、そんな感じなんですけど、あ、今ね、閉じちゃったじゃないですか、そこ、口。口閉じてる間ね、ちょっと炎効かなくてね、開いてる間だけ、何を噛んでるんだろうね、あれ。なんか、わかんない。樽かな？なんかあるよね。あー、ちょっと防がれた。ちょっとやるじゃない。そう、こっち来る！こっち来る！ここ！いけー！で、吹っ飛ばすと、なぜか噛み合わせが悪くて崩れる。ちょ、あれ完全に設計ミスだよ、みたいな。あれミスってるよな、みたいな。そんな感じですか。あー、そこはさ、歯で防がれるが、ここは3体、まとめて持ってきましたね。よし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 。いけ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 、いぞ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 。そこも吹っ飛ばして、で、ここも、吹っ飛ばしちゃおう。よーし。で、ここロープがね、切れるようになってるので、まあ、なんか何ワドルディに対して多分ね、打ち込んでも、多分倒せたんやろうなっていう感じはするんですけど、まあ、せっかくなのでね、ロープで潰しちゃおうみたいな、そう、台座で潰しちゃえみたいな、そんな感じでしたね。で、今度ね、そう、上と下にね、カニさんとイソギンチャクが、ちょきちょきとね、あれがいるので、そう、突破して、で、ここも。ああ、こんな並びになってたんや。なんかね、そう、うわあ、そう、最初にね、そう、前のやつを倒して、倒したと思ったらね、後ろのやつね、歯閉じて突っ込んできて、なんだあいつら、みたいな。そんな感じでね、ちょっと苦戦した記憶があるんですが、待って、タコ、今、よしよしタコ焼きにしちゃおう。あのタコね、なんかあれなんですよ、閉じたらね、なかなか開かなくて、
なんかしかもすぐ閉じちゃうからね、結構厄介みたいな、そんな感じだったんですけど、今回は一発で突破できてよかった。で、いつものちょっとね、謎空間でまた後ろから来るの怖いなといったところなんですけど、箱がなくなったので、待って、カービィの空強でなんとかするしかないか。これさ、流れある？わかんないが、そこ吸い込んで、いけー、お星様で突破だー、いいぞからの、ここもいっぱいある。ダブルを、おー、危ない。いけ、いいぞ、よし。で、ここ結構さ、もう後ろから来てて怖い。相変わらずこういうの怖いな、みたいな。あとね、なんか、サシカマスがね、そう、地上でぴょんぴょんしてたのはね、なんでかわからない。が、今のはね、もうたくさん吸い込んだので、もうそのまま突破してもらうか。いけ、いいぞ、からの、水中でお星様もらいつつ、ゴールドが後ろから来る。危ない。いけ、どこまでも届く。痛いです。そう。で、待って、これ、あー、入っちゃった。なんかね、さ、何回復か何か確かくれたかなと思ったんですけど、じゃあここで回復くれるから、お星様だったなみたいな、そんな感じなんですけど、こっからスフィアローパーで、さっきね、ちょっとランスで挑戦したので、パラソルで行っちゃおうかなみたいな、そんな感じなんですけど、どうでしょう。とりあえず彼を倒すと、ラスト2のね、エナジースフィアがもらえて、ここのステージはコンプリートだよみたいな、そんな感じになるか。っていうかさ、傘って空中で使うとさ、強いよ。熱っ、待って、地上戦ダメ、空中強いもん、ね、待って、どうしようかな。これあるか、でもあるか、上からなんか投げてくるとき、爆弾みたいな飛ばしてくるとき、傘で防げるから、結構相性、傘いいね、傘。ちょっと待って、暗い、うわー、いいぞ。あとちょっと、暗い。あとちょっと、あと一発か。ふっ、よーし。で、なんとか、ソスフィアをね、2個もらって、まあ、ここで、コンプリートしましたよと。ところで、トマトいただいて、元いた世界に、帰りましょうか。うん。で、どうなんだろうね。いや、わかんない。なんか見落としあったかなと思ったけど、別に何もないね。なんか上とか行けて、なんか見落としたんじゃないかなって一瞬思ったんですけど、別にそんなこともなく、ゴールしちゃいましょうか。という感じのね、そう、流れがね、なんか今回はね、そう、水の流れが強いステージでね、ちょ、またね、そう、一段と難しくなったな、みたいな、そんなところはあってね、ちょ、今、みたいな、そう、流れをつかめないと、取りこぼしとかね。取りこぼしは別にあんまないのか。なんですけど、まあ、なんかちょっとね、ああ、取れなかった、みたいな、なんかそういう感じにね、なる感じのステージ3でした。